こんにちは、なえなのです。はい、このチャンネルではラジオ番組なえなののベカピナノと連動して Z 世代のトレンドを調査し、話題のニュースや流行などをランキング形式で紹介していきます。やったね。今回のランキングテーマは JCJK に聞いた2021年上半期に見ていたアニメランキング。イエーイ。アニメ大好き。普段からなえなのさんはアニメを見られますか？なえは今年に入ってからちょっとねアニメを見始めるようになりまして、それまではね本当に一作品も知らなかったぐらい一切見なかったですね。ネットフリックスを入れてからめちゃくちゃ見るようになりましたね、アニメ。はい、今の JCJK はどんなアニメに興味があるのでしょうか？確かになんかね、二十歳でハマってるアニメと若い子と違うのかもしれない。それでは早速ランキングを発表していこうと思います。第5位、僕のヒーローアカデミア。略称ヒロアカでおなじみ、週刊少年ジャンプにて連載中の堀越康平先生による作品。無個性だった主人公緑谷いづくが最高のヒーローを目指して成長していく姿を描いたヒーロー漫画。海外でも熱い支持を集めており、アメリカやフランスなどで数々のアニメアワードも受賞しています。そうなんだ、海外でも流行ってるんですね。でも日本のアニメって海外でそっか有名ですよね。なえもねヒロアカはね見てます。緑谷くんが海外に冒険しに行く映画みたいのがあるんですけど、それをちょうどさっきまで見てました。それぐらいハマってます、ヒロアカ。マジで大好き。 JCJK からの投票理由がですね、映画化されるからっていうのがありますね。これねめっちゃ楽しみなんですよね、マジで。絶対公開日に見に行きたいってぐらい楽しみ。ヒーローがテーマのこの作品、なえなのさんにとってヒーロー的な存在はズバリ誰ですか？おじいちゃん。おじいちゃんね大好きなんですけど、実家がここに建ってたらおじいちゃん家はこの辺だったんですよ。一軒挟んでおじいちゃん家みたいな感じで、なえが実家でわーってほんと5歳の時とかに泣いてると、その泣き声を駆けつけてタタタタタっておじいちゃん来て、大丈夫かって言ってすごいここで涙を拭ってくれました。あとはね、なえお菓子が大好きだったんですけど、ちっちゃい時にチョコレート、アンパンマンチョコが大の大好物で、あのおじいちゃんが必ずあの畑仕事で使う三輪車、わかりますか？こういうやつ、それをこうやって持ってきてピンポーンって言って乗れって言って、なえがここに乗ってこうやって押されてコンビニまで行くっていう田舎ならではのね過ごし方をしてました。それで必ずアンパンマンチョコを買ってもらうという。なえはそれのせいでここ全部虫歯になりました。いい思い出ですね。続いて第4位、ドゥルドゥルダン、オットタクシー。これなえは知らないです。漫画家の近本和也先生が初めてオリジナルテレビアニメの脚本を務めた本作品。主人公のタクシードライバー小戸川を中心とした群像劇が展開されていく。物語の舞台は現代の東京らしき街。いいね、東京舞台のアニメ大好き。しかし登場するキャラクターが全員動物の姿をしているという変わった世界観が話題に。へー、人間出てこないんですか？はー、変わってますね。タクシードライバーが主人公の本作品。なえなのさんはタクシー運転手と会話で盛り上がるタイプですか？いや、なえはですねタクシーの運転手さんとはなるべくこう静かに過ごしたいタイプですね。なえ音楽聴くのが好きなので、ヘッドホンかイヤホンしてるから結構話しかけられてもみたいな、なんてみたいな風になっちゃって、すごい気まずい雰囲気になってしまうので、なるべくこう話しかけて欲しくないというか、こうお互いに静かでありたいタイプなんですけど、でもなんかあのシートベルトをお締めくださいって言われるじゃないですか。で、まあ、あの締めなきゃいけない世の中だし、私は締める派なんですけど、まあ、
割と後部座席だったらいいかなって思っちゃう人も多いじゃないですか。でやっぱしない人もいるからか分かんないんですけど、シートベルトをした時に ありがとうございますって言ってくれる運転手さんと言ってくれない運転手さんっているんですよ。でない必ずするんですけど、こうして言うかな言うかなと思ってカチャッって言ってありがとうございますをねこう待つっていう、で言われるとシャーってなるっていうのを一人でちょっと楽しんでます。続いて第3位、これはもう王道ですね、鬼滅の刃。週刊少年ジャンプにて連載された後藤家小夜春先生による作品。大正時代を舞台に主人公かまど炭治郎が鬼と化した妹を人間に戻す方法を探すため戦う姿が描かれている。あ、そうなんだ、知らなかったな。また昨年公開された映画も全世界興行収入500億円を超えるなど日本のアニメ史に残る大記録を達成しました。あーね、鬼滅をね見たことないんですよね。まだアニメにハマってなくて、でねちょっと血とか結構切られるシーンとかねグロいのが苦手なんで、友達に勧められた時に一回見たんですよ。そしたらなんかサイコロ切りみたいな、なんか人がサイコロみたいに切れるみたいな、プッピョンみたいな、見た時それだったんですよね確か。でもうものすごいショックを受けて、なんか人がこう網に切られるシーンがあったんですよ。ナイはそれを見てちょっとグロいアニメはこれ無理かもしれないと思って興味は持ってたんですけど見れなかったですね。サイコロステーキ先輩っていう頭がついてる。サイコロステーキ先輩切られたのに切られた上でいじり倒されてるんですね。かわいそう。でも自分弟が中学今2年生なんですけど、めっちゃくちゃドハマりしてて、もう LINE のアイコンもホームがもう鬼滅の刃みたいな、誕生日プレゼントも鬼滅の刃のものが欲しいみたいな、もう人生が鬼滅の刃に染まってましたね弟は。すごい流行ってるんだなっていうのを知ってましたね。続いて第2位、呪術廻戦ですね。これと、あ違うな、こうだ。週刊少年ジャンプにて連載中の芥見ゲゲ先生による作品。人間の負の感情から生まれる呪霊、化け物呪霊を呪術を使って払う呪術師の戦いを描いたダークファンタジーバトル漫画。鬼滅の刃に続き社会現象となるほど幅広い世代から絶大の支持を受けています。呪術廻戦はなえもね大ハマりしましたね。流行語でもなんか入ってたっけ、領域展開入ってないでしたっけ、入ってないか。でも自分の周りでは結構領域展開使う人多かった、なんか本気出す時とか領域展開って言って本気出すみたいな意味で自分の周りは結構使ってましたね。はい、そして栄えある第1位はチャラン、東京リベンジャーズ。いつもの東京リベンジャーズです。週刊少年マガジン連載中の桑井健先生による作品。不良だった主人公花垣武道が中学時代へタイムリープ能力に目覚めたことを機に、かつての恋人が殺害される運命を変えるべく元凶となる暴走族チームで成り上がる姿が書かれています。 JCJK 流行語大賞にもランクインした超話題作。ランクインしましたね。ひよってるやついるってやつですね。なえもちょうどアニメがなえの中で来てる途中でボンって出てきて、なんだこれはと思って見たら、もうとんでもねえです。あれは1話からとんでもねえ。なんかアニメって結構1話見ただけだとあんまりしっくりこないのとか、途中からめっちゃ面白いとかあると思うんですけど、リベンジャーズはマジで1話目から激アツです。本当に面白いです。もうアニメを今まで見たことがなかった人にすごい
見始めるのにおすすめかも。なお友達3人に勧めて3人ドハマりしました。もう1日で全部見てた友達みんな本当に面白いです。ピッ、いろいろ話してきたんですけど、ここでなえのあのアニメランキング2021に出てるわけではないけど、なえが2021年に見たアニメの中での5位を発表していこうと思います。まず第5位、不滅のあなたへっていう作品です。魂ってあるじゃないですか、神様が魂を生み出すんですね。で最初その魂が死んじゃったものに移るんですよ、とりあえず。でそれが白いワンちゃんで、で白いワンちゃんだからもう何も分かんないんですよ、人間の言葉も何も、ワンちゃんだから。でそのワンちゃんがある男の子と出会うんですけど、その男の子が死んじゃうんですね。でそのワンちゃんはショックとか刺激を受けると自分で吸収してその人になれるんですよ、変身して。でどんどん人間の言葉を覚えていったりとか、あの感情を覚えたりしていくお話なんですけど、途中で敵が出てきたり、大切な人がちょっと亡くなってしまったりとかで、結構ね感情をねやられる作品でね、苗は結構推しですね。これは続いて第4位、呪術廻戦かな。呪術廻戦はもう王道ですね。でも最近なんか更新されてなくて、ちょっと愛が薄れてる感じはあります。第3位、かけ狂い。これ多分結構前の作品、2019年とかなんですけど、苗は最近見てハラハラする、すごく賭けのアニメなの、お話なので、お金、大金が動いたりとか人の裏切りとかね、結構面白いのでぜひ見てください。続いて第2位、東京リベンジャーズです。これはもうね1位でもいいかもしれないけど、もう一個が好きすぎて2位って感じです。第1位はヒロアカです。キャラクターが可愛いんですよね。ぜひ皆さんも気になったものあれば見てください。ということで今回のランキングはいかがでしたでしょうか。ちょっと自分も最近アニメ見始めたばっかで知らないのもあったので、タクシーのやつとかめっちゃ気になったから見てみようと思いました。ラジオの方もぜひお聞きください今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。